8分のベルが鳴ったら 毎週 歌いますから。おしゃべりおしゃべりアマゾンズ。1, 2, 3, 4 Amazon Queen, keep on rolling Come right on the river, you and me The Amazons keeps rolling on Like a dream, right on rolling Amazon Queen ということで、はい、おしゃべりアマゾンズ第1回目終了。いや、ザ・ワールドって言ったところでタイマータイマーが鳴りました。じゃあ、ウィアザワールド歌うのと思ったらそうじゃないかな。そうじゃ違うんだね、はい。今日はですね、はい、マリンと一緒にお送りしたそのメニューの中で、ポインターシスターズのカバーをね、やった、ゆうくんがいつもね、途中でね、カーってカーって踊るやつです。そう、めっちゃ踊ってたんです。そう、I'm so excited とお送りしたいと思います。はい、ダダダダダダダ I'm so excited And I just can't hide itI know, I want you すいません、クロムさんのカリカリ好きな曲だなと思って。恋人がサンタクロース、夏なのにね、夏なのに、ね、恋人がサンタクロースをお送りしたいと思います、はい。キーは、はい、いきますよ。 1, 2, 3, 4 恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース、つむじ風追い越して。恋人がサンタクロース、背の高いサンタクロース、雪の街から来た。はい、ちゃんと笑って歌いました。さあ、ということでベルが鳴りましたので、今日も一曲を早いね。ね、今日はですね、ね、ユーミンのちょっと切ない曲です。青春のリグレット。青春だ。ワン、ツー、ワン、ツー。私を許さないで、憎んでも覚えてて、今では痛みだけが真心のシルエット。私を許さないで、憎んでも覚えてて、今でもあなただけが青春のリグレット。ノンビブラートで、あ、はい、ということで今日も歌います。今日はですね、ベルベットイースターという曲を歌います。私たちが、カバーアルバムじゃない、カバーライブを一度やったんですけどマゾナイトっていうね、その時にカバーしたんだよね。ね、やった。今日はそれをお送りしたいと思います。一番好きな季節、いつもと違う日曜日なの。やっぱりそのソニー時代、ね、3枚アルバム出してます、はい、私たちね、1987年から1992年まで、ソニーに所属しておりました。でその間に3枚出したアルバムの中だと、やっぱり偽物天国が一番やっぱりね、思い出深い。そうですね、一番売れたのはサムライクイットホット、そう、これいいアルバムです、で、この偽物天国、この中から今日はねお送りしたいと思いますけど、その1曲目にね、もうアマゾンズを紹介する、私たちアマゾンズっつんだけど皆さんいかがですか、アマゾンズっつんだけど、いかがでございますかっていう歌があるんですね、はい、タイトルももうなんとアマゾンズアマゾンズアマゾンズ
さあ、ね、っていう曲をね、これあの書いてくれたのあれですよ、 MCAT、はい、富樫明夫君ね、もう MCAT っぽいよね、はい、うん、そう、ね、うん、なんでございます。それを今日はですね、はい、結構いっぱい歌うよ、歌うよ、ね、いつもよりは歌っちゃうよ、いつもより歌っちゃいます、うん、こんなアカペラで聴けるなんてこんなことない、いや、アカペラで歌うのは初めてですよね、ないない、そうね、ないない、ファンクサウンドですからね。キーは何、はい、赤い靴です、ちょっと待ってってば惚れた晴れたお好きに Please あたしゃステージの上ひと踊りなんてったって盛り上げて酔わせてなんぼのこっち性に無礼はしょおちのすけで世俗の赤でもシャリとネタ仕込んで歌い上げましょう。どうしたもこうしたなんできた野望はなし。アマゾンズアマゾンズアマゾンズ究極のショータイム、アマゾンズアマゾンズアマゾンズもう一つアマゾンズお引き止めとあればもう お山もくずす勢いしっとりした曲があまりアマゾンズってないんですけど、うん、まあ、中でもね、私結構この曲大好き、そう、私も大好きだよ、うん、ね、うん、バックトゥーバックという曲があります、うん、で、バックトゥーバックという曲をずっと聴いていくと、間奏にサックスが入ってて、で、感想のサックスの後にサビが1回あったら、その後にね、コーラスだけでちょっと聴かせる部分があるんです。 そこのね、コーラス&サビをお送りしたいと思います。はい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー Want you back, ooh, never feel you to love, ooh.Want you back, ooh, never touch your sweetheart, ooh, I want you baby, want you back, 愛をなくした never fail you to love, back to back, 二度と戻らない want you back, 最後の鍵を never touch your sweetheart,今になって I want you baby いかがだったでしょうか、コーラスラインのコーラス本物のコーラスラインの、最後にみんながマッキンキンの衣装をつけてこうハットかぶって、わーっと歌う、ワンっていう曲がある。それね、多分皆さんね、CM ソングとかによく使われたりとか、うんうん、なんだかんだでコーラスラインご覧になってない方でも知ってる知ってるっていう曲だと思います、うん、それを今日はちょっと頑張って歌ったことないんですよ。歌ったことないのよ。歌ったことないし、ドキドキ本当にすごい難しいの。うん、びっくりだね、うん、英語だしさあ頑張りますよ。はい、はい、じゃあいきますよ。One moment in her presence and you can forget the rest. For the God is the second best.
ちょうどね、武部聡さんがたくさんこのニューブラッドに、関係してまして、で、まあ、ニューブラッドの一員っていうことですね。で、武部聡さんが初めて自分のアルバムを発売したんですよ。その時作ったクララ、うん、ね、クララっていうアルバムを作って、そこに、まあ、ニューブラッドのメンバーもちょこちょこ、こう、この曲は誰、この曲は誰なんて参加してるんですけど、アマゾンズも1曲2曲 ?1 曲参加してるんですね。で、その曲がすっごい私たちお気に入りで、うんうん、NHK で1回歌ったことあるんですけど、まあ、それっきり歌ってないか、それ以来それ以来かな、おそらくね、多分そうだと思うよ、うん、だよね、随分歌ってないね、うん、そう、Save Me the Swing っていう、こんな振りとかしながらやったんだね。デデ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 デ、それをまあ久しぶりに歌ってみようかと思います。はい、1,2,1,2,3,4 Save your life, I don't wanna sleep in your bed tonight. For my life, keep your sweet on the floor. Dancing in your arms, dance, dance, saving the swing. Should the swing we should kick off, bride you with my charms. Dance, dance, saving the swing.To be as bright as we did on the beach one summer day. スキャットだったのね。そうなんだ、今は私たちがそのフォーライフにいる間にですね、なんとアメリカの洋画ですよ、映画、はい、映画のね、エンディングテーマを歌うことになったの、うん、ね、そうなんです。それもね、監督が誰だと思います？フランシス・コッポラですよ。まあね、あのフランシス・コッポラ巨匠、ね、が作ったね、ウィンズっていう映画がありまして、うん、はい、アメリカズカップっていうね、うん、あのヨットのね、ヨットのね、ヨットのレースが、アメリカで伝統のあるそういうレースがあるんですけど、それを題材にしたストーリーのね、映画のエンディングテーマを歌うことになりまして、でもう本当にちゃんと海外で上映される時も私たちの歌がちゃんとエンディングで流れる、うん、そう、ね、それでシングル、あのサントラ版ももちろんね、映画のサントラにも入ってますし、シングルも出したし、でアルバムの中にも入ってるんですけど、これ日本語バージョンと英語バージョンがありましてですね、はい、アメリカの映画の宣伝をこれだけしといて、今日は日本語でお送りしたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。熱い思い胸の奥で風に流って探すパラダイス、どこにあるのかたどり着けるか、明日さえ Dream born on the wing. 広がる空は真っ白な地図。どんな未来も描けるから。Let's try.いたしました。今日は、スガシカオさんのあの名曲をですね、私たち3人でお送りするということで、勘弁していただきたいと思います。勘弁してください、勘弁してください、でもね、いい、あのあれですよ、夜空の向こう、はい、どうよ、みんな好きでしょ、ね、ね、作詞ね、そう、スガシカオさんが作詞しまして、スマップが歌っても大ヒットしました、はい、ね、
で、あれはもうすごく綺麗なあのサビがメロディーなんでね、ハモるとね、もう間違いなく素敵になる。そうですね。そういう楽曲です。乾杯がなければ。うん。ね。ちょっと久しぶりだね、なんかこうしっとりしたやつ。そうですね。うん。あんまないからね。そう、今日は皆さん参加はなさらず、よく私たちのハーモニーを味わって聴いていただきたいと思います。あの頃の未来に僕らは立っているのかな。すべてが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも日々は続いていくのかな。雲のない星空が窓の向こうに続いてる。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。いい曲、ね、今日はですねということでアルバムからね、せっかくですからその20周年に作った、記念のアルバムから一曲皆さんにお送りしたいと思いますけれども、さっき話題に上りました、スガシカオくんが、曲を書いてくれた「Life」という曲をお送りしたいと思います。はい、それぞれの歩む道違ったから離れたけれど、お互い輝いていく、そう願ってる。これからも愛し合うことはもうできないけど、でもあなたを愛した記憶は心の奥で、別々のはもうもちろんあれでしょう。そうでしかないでしょう。あれしかないでしょう。うん、はい、ね、なぎさモデラート。今日は、参加型ではございませんけど、うん、ギタリストの方は弾いててください。そうだね。そうだね。確かに。ぜひぜひ。ね。はい。はい、行きます。One, two, three. I feel your radiation, such sensation.Inspiration, the taste of your confection, sweet temptation, fascination. I'm sinking in the ocean of emotion, full of passion. Come show me the direction.To your love and affection. Come on, guitar. Keyboard. Keyboard入ってるよね。入ってるよね。なりましたんで、はい、今日も歌います。今日はじゃあもうあれですね、ファンタスティックサーティーからこれ歌わないわけにいかないです。そうですね。歌わないわけにはいかないです。
うん、どれにしよっかなってすごい考えたんですけど、うん、もうすごくあの私たちのお気に入りディスコビートの、はい、ブリブリくる秀樹さんの曲ね、うん、イントロのさ、はい、あのベースがさ、うん、やっぱもうすごいかっこいいね、もうベーシストならではのなんかもうね、これね、これの今日はサビをですね、うん、歌いたいと思います。ハート&ソウルね、あ、その曲名言ってないね、うん、そうだね、ハート&ソウルの、サビを歌いたいと思います。今日はですね、はい、今日はアマゾンズの歌をしっかり聴いてください、はい、ね、アカペラでこの曲歌うの初めてだよ、うん、そう ね、 ね、そして久しぶりに歌うよ、そこだ大丈夫かな、大丈夫だ、大丈夫だAnd all the stars in the sky, they will be shining so bright for you. Do it, do it, do it, do it. Don't be afraid, just believe and follow what you feel. Oh, when the tears in your eyes, and you don't know which way to go. Do it, do it, do it, do it.Look at the sky, just remember what makes you smile with all your body, head and soul. 決まったのかな？決まったんじゃないかな？決まっちゃった？私たちのね、こう3人の関係性を、詩に書いてくれた、素敵なバラード、プレシャスメロディー、うん、これをアカペラでお送りしたいと思います。これね、すごい音がね、かなりのそう、ゆうこはメロディーラインなんですね、はい、ゆうこはメロディーラインで、私たちが下でこうね、くみちゃんと私が下でハモってるんですけど、ここの音がこう普通のすごく簡単なハーモニーじゃなくて、テンションといって、ちょっとこうおしゃれな難しい音を入れ込んだ三声で、森くんがこれをアレンジしてくれたんですけど、うん、っていう風になってて、もう CD だと伴奏もあるからね、うん、なんかあんまり分かりにくいかと思いますけど、今日はですねこれアカペラなんで、まあ、アカペラどうしましょう、ね、本当にもう丸裸でお送りしちゃいますから、一、はい、人で歌ってたら、あんた大丈夫っていうようなメロディーになっちゃいますから、お経みたいな、なんかすごい本当そうですよ、ね、なんか一人一人紹介したぐらい本当本当本当、その音合ってんのみたいな、ね、そう、その音合ってん、ね、合ってんのみたいな音をね歌う、はい、このプレシャスメロディーをですね、うん、皆さん今日は、じっくり聴いていただきたいと思います。Precious people, precious time, golden memories always shine. With each day, we are making history. Sounds of laughter like a song. We both know where we belong. I'm so grateful we came to.The mountains may crumble, but I won't be afraid. If we together we can get by. I cherish the moments, making sweet harmony, such a joyous melody. Such a joyous melody.Melodies of you and me. ええー、今日はですね、その苦い涙を歌っちゃおうかなみたいな、はい。歌っちゃいますか。うん。歌っちゃおうか。うん、じゃあ歌います。苦い涙。見てたはずよ、私の気持ちが少しずつあなたの方へ傾いてゆくの。見てたはず、見てたはずよ、私の気持ちが少しずつあなたの方へ傾いてゆくの。見てたはずよ。タタタラ。
ラッタタラッタタジャッジャッジャッタラッタラッチャッタなんてね、なんてね。アマゾンズです。7月22日に、文化村オーチャードホールで行われます私たちの35周年記念ライブ、ヒストリーシェアードウィズフレンズ、こちらのね、期日がまあだんだん迫ってくる、この頃でございますけれどもですね、はい、今回皆様にお知らせしたいのは、私たちこの度ね、このライブにおいて、うん、初めてこのなんかしっかりと試みているサービス、はいサービス、サービスというのね、これっていうの、なんていうの、うんうん、企画、うん、があるんでございます。はい、それがですね、グッズ販売。イエーイ。ね、今まであんまりね、そうなんですよ。なかったね。なかった。ったね、うんうん、T シャツね、たまに作ったことあったけど ね、そこでしっかりこう作ったことなくて、今回はスタッフの皆さんのご協力によりですね、素晴らしい商品が、何点か揃いましたのでですね、はい、こちらをね準備したんです、はい、これは4月28日に向けて準備したんです、うん、ということでただいまもうね倉庫にねもう今か今かと販売される日を待ちね、この子たちがねこの子たちがね、はい、待ってるんですけど、はい、でもちろん7月22日にですね、現場でですね皆さんにお買い求めいただくことはできるんですが、もうそれはねやはり売り場をねいつも私たちもねこうコンサートとか見に行くと見かけますけれども、うん、すごい人ですねあそこね。あとほらあれじゃないですか、あそね、うん、着替えたりするのも結構大変じゃないですか。そのグッズをこう買って T シャツを着てほらライブに参戦するっていう方も多いから、そうね、だから感染防止にもなるし、うん、着替える場所も確保しなくてよいと。そうだ ね、うん、そういろんないいことあるんで、うん、今回ですねその7月22日以前にですね皆様にお買い求めいただけるように、はい、販売通信販売サイト、はい、こちらを開設いたしましたね。そちらの、URL はこの辺に今こう出ているのかしら、ね、そちらで、販売しております商品は3点これをね今日は紹介したいと思います。はい、商品番号1こちらでございます。アマゾンズ、はい、オリジナル T シャツいかがでございましょうか。マイクが3つ、こちらのねこのマイクのこのちょっと昔懐かしいマイクのね3つのこの絵、はい、これとですね、この下のね、うん、これ、これなんかどっかで見たようなね、見たようなだけのあれじゃないよ。そうだよ。アマゾンズだよ。S ついてるよ。ね、ついてるよ。っていうね、はい、このマークと、そしてここ下にね、ちょっとちっちゃいですけど、ここにコンサート、今回のコンサートのタイトルが、こう記入されております。はい。はい。B 面は ?B 面は何にもないし。シンプルし。A 面だけです。A 面だけでございます。こちらサイズが豊富ですよ、このね。ね。そうですね。うん、サイズはですね。はい。S、M、L、XL。大滝さんが着てるのは M です。です。ですね、はい。これを参考にしていただいてね。そうですね。はい、お色はこちら、白、1.0 ですね。でおりまして、うん、こちら、お値段は3000円。あら、お買い求めやすいね。いいお値段でございます。ね、もうね。だって私も欲しい。ね。なんでね。1枚じゃなくてもいいんでしょ。そうよ。全然いいの。ね。いいの、いいの。あ、見たですね。お添いで着るとね、かわいいわよ、これ。ね、なんですね。というね、お世話でございました。はい、さあ、商品番号2。次はですね、ご紹介いたしますのは、はい、アマゾンズオリジナルクリアファイル2点セット。はい。その1点目、このようなデザインになっております。あらららららら。懐かしい。懐かしいアマゾンズでございます。デビュー当時ですね。もう髪の毛がわっさわさのね。わっさわさですね。わっさわさ、もう年がわっさわさしてた頃のですね。本当ですね。35年ぐらい前の私たちですよ。はい。これ、イギリスのね、チョーキーっていう、うん、カメラマンがですね、撮影してくれたね、はい、なかなか、ね、大人っぽいですね。この、ね、まだ若かったのにね。なかなか。で、裏は、さっきの、T シャツにありましたロゴが、ね、こんなちょっと色違いでね、ちょっと渋い感じになっております。かわいいな、かわいいね。さて、これの、2点セット、もう1個はこれこちらです。ザザザン。ザザザン。
こちら今回の、コンサートの、宣伝に使用しております。これはレスリー・キーさんが撮ってくださいました。私たちの、フォトグラフですね。フォトグラフね。フォトグラフでございます、はい、フェアファイル A4 サイズですよ。そう。そして裏はこのようなね、さっきのロゴの、うん、またちょっと違う、これ T シャツと同じ色かな、うん、そうですね、ですね、うん、という、裏表になっております。この2点セットいかがでございましょうか。うん、ね、素敵、はい、こんななかなかね、こんな有名カメラマンのね、写真をクリアファイルにしているなんて、これなんかこうアートとしても、うんうん、飾っちゃってもいいわね。いいわね。いいなんかそうね。そうですね、飾りたい方はぜひ飾ってください、ね、壁にね、ほら、ほら、そうよ、なんか素敵よ、こういいかもしれないわ。なるほどね。ね、いいかもしれない。いろんなね、うん、いろんな使い道が考えられます。はい、本当皆さん楽しんでいただけたらいいかなと思います。はい。そして商品番号3、こちらでございます。ザザザン。はい。ジップロック。ジップロックは今度はアマゾンの似顔絵。可愛い。可愛い。もうちょっと、もうちょっとそこに。このね、マスク入れてますよ。ちょうどこれが入るぐらいの大きさですよ。いいね。これもですね、ここにね、これ、ゆうこですね。これ、くみちゃん。これ、私ね、うん。で、ここにまた、こう、アマゾンのこのね、ロゴがこう入りまして。で、ここにコンサートネームが入ってます。はい、そうですね。で、これは10枚セットで。うんうん。おいくら?1000円。1000円。はい。そして先ほどのこのクリアファイルも2点で1000円でございます。そうです。はい、ね、うん。ということで、皆様この通信販売でですね、うん、ぜひ一足先に、ね、アマゾンズをちょっと楽しんでいただいて、まあ、コンサートの当日にはですね、先ほどお話にもありましたように、うん、この T シャツを着て来ていただけると思う。もうぜひ、ね、はい。私たちもテンション上がります。はい。はい。ね、でございます。うん、ね、楽しんでいただけるといいなと思います。いろんな企画を、私たちこのね7月の22日に向けて、はい、企画中でございますので、またおいおいと楽しいニュースをお送りしたいと思います。はい、じゃあこの通信販売サイトどうぞよろしくお願いいたします。アマゾンズ 35th アニバーサリーライブ、デビュー35周年記念スペシャルライブが開催。ゲストに MCAT、久保田俊信、菅氏香緒、チャゲ、ブラザーコーン&モア。4月28日、渋谷文化村オーチャードホール。全席指定、記念パンフレット付き。お問い合わせは共同東京0570-550-799。ドゥドゥンドゥンドゥン。おしゃべりおしゃべりアマゾンズ。